やだあ、まいちゃんだ。取り目にはしないです。あ、これ取りたい、これ取りたい。これ見てくださいよ、歌はメイクなんです。ヤツバちゃん、ヤツバちゃん見て、ヤツバちゃん可愛い、ウタちゃんだよ。ヤツ、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 ドス、ドス、ヤツバちゃん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 。かわいい。ズムスイしてる、ズムスイ、ヤツバちゃんが。私も自由に頑張ろう。ヤツバちゃん、猫ちゃん、私もライブツアーやりますか。やりたいですね。恋愛のコツは当たれ、当たりに行け。垂れ目メイク似合わないんじゃね。私垂れ目メイクって似合うかな。似合わないんじゃない。そうだよね。いないです、今まだ東京だよ。ね、猫ちゃん見たいけど、そんなに私が自由に猫ちゃんを扱うことなんかできませんので、猫様の命令に私は従います。猫様の命令に私は従うだ。ヤツバちゃん、ヤツバちゃん、こちらにね、ヤツバちゃん、ヤツバちゃん、私のインスタの、あ、私のインスタのライブデビューしてください。ヤツバちゃん、ヤツバちゃん、こちらにね。そこから動かないよね、聞きたくない。あ、ごめんなさい。ヤツバちゃん、かわいいね、ごめんね。あら、嬉しいね。ヤツバちゃん大好き、大好き、大好き、大好き。ご機嫌だね。あっつ。もうやってくるの？乗る？かわいいよ。山ちゃん来たらポポしてくれるよ。お雑煮、何派ですか。お雑煮って何派があるんですか。だし派、だし醤油、だし醤油派。で、四角餅、丸餅じゃん。そうだね、四角餅、うん、丸餅も好きだけどね、うん、レギじゃん。スペイン語何もできない。スペイン語って何がある。スペイン語分からん。グラッチェ、グラッチェって何。グラッチェ、ブラシアス、ブラシアス、ソウソウくんだ。あ、ソウソウくんだよ、ソウソウくん。ん？どこ？ソウソウくん。あ、いや、今見ただけ、一瞬、多分。ソウソウくんだよ。あ、大好き。そう、イタリア語ごめんなさい。札幌行きたいね、すぐ。
ハッピーニューイヤー実家です。あ、あげましておめでとうございます。そうそうくん、ママが好きなんですよ、そうそうくんの、うん、そう大好きです。そうそうエクササイズをずっと言ってます。うちのママが山のもう一グループ誰ですかね誰ですかね。台湾行くんですよ。台湾もチケットないですよ。でもあ、でもギリギリまでチケットプロセスされるか分かんないって言ってたな。次のライブ台湾です。今着てる棒めっちゃユニクロですよ。ユニクロ明けおめ、ホロ酔い飲んでます。あそこまで行きましたよ。台湾のライブね、楽しみ。ニキビできてるの。フェアス開けるとき痛かったんですよ。あいちゃんお寿司食べてるの？えらいね。もうすでに熱いじゃん。もうすでに熱い。お酒弱いんです。私前髪ガチで固めてないんだけど、なんかマジでみんなに固めてるって言われるんだよね。めっちゃ歌葉ちゃん前髪固めてるって言われるんだけど、私固めてないよ。ほら。なんかペットリなんだよね。ペットリしてんだよね私。おでこの形ぴったりして。あ、おでこの形に綺麗だから。そうそう、丸いからそのままぴったり。私めっちゃさ固めてるって言われるの。この子めっちゃ前髪固めてるよねって書かれるんだけど。固めてない。固めてない。むしろサラサラで。そうサラサラなんだよね。暑い暑いもう暑い。早くやってあげなよ。早くやってあげなよ。今絶対最近チリであなたのファンを多くに会いました。やったー、チリで、あ、私のファンに会ってくれたのね、たくさん去年もらった写真入れて嬉しかったのたくさんあるけど、やっぱエンジェルブルーとか嬉しかったですよね。人によってはね、ヴィヴィアンとかもねくださったり、すごいすごいなって思う、本気だなって、うん、いや CD 販売したいですよね。クラゲ 0.5 です。自宅です、っていうか実家です。猫様と歌の出会いって何歳だっけ、ヨツバちゃんって。小学校中学校、小学生、うん、保護猫ちゃん保護した、あ引き取ったか。ヒカゲンさんすごい優しかったですよ、本当に丁寧な人、あのみんなが多分想像するようなあのままの人です。すごく丁寧な人でした。私みたいな新米にもペーペーにもすごく優しかった。ママ若い？お母様若い？って聞かれてるよ。心が若いです。いつだって私のママはプリンセスね、ママ、うん、でも若い方だよね。いや心だろ、うん心だって。ゆつちゃんって何歳今？9歳。梅ちゃんは7歳。ええー、
え、2歳しか違わないの？あんな赤ちゃんみたいなガキにちょっと。そうだよ、2年後に。クロちゃんは何歳なんだろうね。無限だ、無限歳。もうね、3、4歳だと3匹いるから15歳ぐらい生きてたのね。うん、そうね。ママ若そうって声だけでした。確かに、あ、声高いからか。あ、娘とお風呂から見てます。娘がライブの概念が分からず、これ詩羽ちゃんと電話なのって緊張してるらしい。かわいい。もしもーし。かわいい。もしもーし。かわいすぎる。もし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 。あきおめ元気してる？電話だと思う。あきおめ元気してる？かわいい。まあ、ママはね、イスライブだいぶ前に一緒にやったよね。私スイカになる前だっけ。うん、一緒に歌って。懐かしい。ギターで歌ったり、何も喋んなくただ喋ってるね。だから21歳で、そうだよ。かわいそう。熱、つらい。ね、紅白ちゃん、みんなの力で出してください。だってエルフ耳なの。そうだね、赤ちゃんと聞かない。彼氏いますよ。彼氏いるけど今いない。かわやばい、かわテレビ見てんだよね今。うん、きつい。一緒に今新年会なんだよ、みんなで。見ましょうよ、みんなで視聴率上げていきましょう。私全然関係ないけど、はあ、面白い。え、だって笑い上手なの。笑い上手かも。笑い上手なのかな。よく笑うよ。私、先弱いんです。そうなんです、私また新しい学校のリーダーズと一緒にライブできるんですよ。マジで嬉しい。ゾエちゃんが一番だもん。みんないないとね、寝れないよね。ねえ、何してるのよね。うん、なんでお酒ってストローで飲むと酔うの。みんなにストローで飲むと酔うって書かれてんだけど、
ね、なんで？グビグビ飲んじゃう。本編ニキビパッチつけてるわ。いつ新しい音楽リリースするかね、楽しみだね。カピバラじゃないよ、カワウソだよ。カリちゃんやった。よく出れないよ。あー、刺しちゃってたかも。なんか猫の毛ついてんだよね。仕事したいですね、いっぱい。今年も本当に思うけどさ、ライブ来て、このインスタライブとかに来てさ、歌ってくださいっていう人はさ、 YouTube 見るからライブ機能来ればいいじゃん。あら、JB のスピーカー娘に欲しいって言われたんでお迎えしました。いいね。今実家で家族といます。今年もいっぱいライブ来てくださいね。これママをここで見たらハーリングしちゃうの？しないんじゃない？にゃんの柄はハチワレと三毛猫と黒猫です。熱い、酔っ払ってきた。うん、神戸行きたいね。他のアーティストさんとかコラボやりたいですか？どういうこと？ライブのコラボ？あ、どういうこと？楽曲のコラボ？なん、インスタライブのコラボ？酔いだね、弱いから。一本目ですよ。いや、弱いんです。一本なんですけど弱いんです。顔キラキラになるやつつけたい。いいですよ、チェキ乗っても乗っけても。あ、かわいい。話した？うん、かわいい。かわいい。同じ似てる。台湾のぞにシロップってなんだろう。私マジでハムボって言われるんだけど、ハムボってなんなんだろうね。だからハムスターみたい。ハムスターみたいな。ハム太郎ってどんな声だったの？ハム太郎の声優ってみんなわかんの？だって印象だよね、絶対ハムスターみたいな声っていう印象。あ、というかあんまり緊張しなかったかも。ハム太郎ってどんな声？え？あ、覚えてないよ、アニメなんか。ハム語じゃないよね。私地声低くない？地声低くない？結構私地声っていうか、なんかわかんないよね、声の高さが時によって違くない？全然、はあ、低くはない。本当？髪をね、傷まないように美容師さんがやってくれるんです。私の力じゃないです、美容師様のお力です。一寸ボーイ、あれは結構地声低く低く歌ってるかも。ネットフリックス、あれ結構明るいよね。うん、ネットフリックス笑顔で言って。
てるなっていう。そうそう、明るく言ってってなったから、あ、めっちゃ明るく言った。ネットフリックスって言った、うん、そうそうそう、うん、嘘ついてない。何歳から歌ってますかって何？韓国の俳優さん分かんない。うたちゃんはちっちゃい時は人見知りであんまり前に出たがらないタイプでした。友達と遊ぶよりもお家で一人で遊ぶタイプです。ネットフリックスに全然テイクしてないんです。あれ実は本当は4時間くらいの撮影だったんですけど、結構すぐ OK 出て早かったです。嬉しい。ナレーションの仕事あれ初めてだったんだけど、なんか嬉しかったです。楽しかったですし、楽しかったですし、あ、うまくいったかも。家のことサルミです。サルミミ。休みの日は寝ますね。いっぱいメイク自分でしてます毎日。メイク動画撮るのがめんどくさい。そうなんです、弱いんですよ酒。どう赤くなっちゃった顔。あのね、ちっちゃい頃に人見知りとかあんま関係ないかも。変わる歌みたいに変わろうと思えば。本当に前に出るの得意じゃなかったけど、でもね、下げよう、ちょっと高いわ。本当に前に出るの得意じゃなかったけど、でも出れるようになります。出れるようになるっていうか、人って変わる、変わろうと思えばみたいなところある。変わろうと思わなければ変わらないし、そのせいにしないで自分のことを自分でちゃんと見れば変わると私は思います。質問なかったら送ってください。ピアスは高校1年生です。ママに黙って開けましたね。えママ、うん、夜開けた、家で一人で。待って、くそ、クリクリクリ。びっくりした。そうだって2ヶ月くらい隠してたもん。本当にびっくりして、その日インスタに書いたてかさ、私さ家でさ2ヶ月くらいだよ、まあ、ご飯の時さだけ外したり、家で割とうつむいて、で割と毎日マスクを顎にしてたり生活してたのに、マスク忘れて帰った。いや逆になんで突っ込まなかったんそんなにって思うけどね。ちょっと着なさい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 。いつもマスクして帰ってきたんですよ。学校、高校もダメだったからマスクしてて、でマスクをするの忘れて顎にしてたの。あ、そっか、マスク暑くて多分顎にマスクして帰ってきたんですよ。そしたらママがいて、ママただいまって言って帰ってきたんだけど、何それ、そう、ちょっとこっち来なって言われて終わったって思った。その時1個しか開いてなかったの、まだ2個開けてなくて、何これ、終わったって思ったでも別にすごい怒ったわけだね。怒られなかったよ。びっくりした。私怒られないんだって思った。もう怒られないようになったんだって。やりやがったなと思ってだから書いて日記にやりやがった高校生の時はひねくれしたよ。なんかもっと病んでたし、もっとひねくれてて尖ってた、クソがって思いながら生きてたクソがって思ってたでもバランス力はね、私ね絵描いてたから、デッサンやってたから、だから左右対称綺麗なんじゃねって思う。
そう思わないまま。絵描く人上手なって。いやいや、沖縄話じゃなくてさ、何の話？ピアスの話。ピアスって結構綺麗に開けてると思うんだよね。あ、そうだね、まっすぐ開けてる。うん、芸能界目指してなかったです。ちょっと酔っ払ってます。今はクソだって思わないかな、あんまり。あんまりいや、思う時もあるよ。反抗期の時に反抗したかっていうか、反抗してない。いや、私反抗期の時は一人で部屋にこもってた。そう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 、誰にも、そう、誰にも関わってほしくないっていう反抗期の仕方だった。クソババアとか言ったことないよね。言わない。お姉ちゃん、お姉ちゃんは言ってたけど、私はクソババアって言わなかった。そうだ、ね、でも部屋にこもって、そう、部屋から出てこなかったね、うん、もう本当に誰にも何もされたくないって感じだった。何の絵が得意ですか。お腹が空いた時ぐらい。うん、ずっと部屋に行ったよね、と半時。あ、清めです。気持ちが下がってる時にモチベ上げるにはどうしたらいいですか。私マジで美味しいもの食べるとかかも、最近は。あ、それと推しがいるんだったら推しを見る。推しが上にいるから、上っていうか天と地、天と地だから、天を見て、あ、私まだまだだなって思う、いつも。私全然だなって、この人こんなに頑張ってるのに私こんなんで弱音入ってて大したことないなって、え、まだいけんじゃんっていつも思う。好きなお酒、私ホロ酔いしか飲めないです多分。福岡行きたいね。あ、耳開いてますよ。耳ピアス開いてる、開いてるけどあんまつけないだけ。通信することは怖くないですね。怖かったらこんなことしてないですよ。音大に行きたいけど親に反対されました。学費高いからじゃね。あ、でもそうか、奨学金とかあるか。どういう風に反対されたの。楽器はギターちょっとだけできます。ギャルだ、ギャル、うん、なんだっけ名前。エルフ、エルフだ。ちょっと飲みたい。はあ、年末年始今番組見てます。今 RA の角度は気分によって変えてるんですか。違いますよ。どうしたの。毎日右と左左右対称にするうちに変わるんです。歌何してんのって言ってた。あ、一発目にダメだった。うん、かわいそう。エルフ、あらららら。ああ、右一発つけてます。かっこいい。私おさ、あ、顔好き結構。誰？チョコプラのおさだ。うん。ガタイがすごい。大喜利長者。これコーラあんまり。髪色可愛いな。コーラ、コーラあんまり美味しくない。髪色可愛い。動脈ピースって何。最近ウタハちゃん可愛く思ってます。ようやく気づいたんですね。2023年、ようやく私の可愛さに気づいたんですね。ユニコーンカラー。そうだね、ユニコーンカラー。どうした。ほろ酔いなくなった。おつまみは酸っぱい派、甘い派。あ、塩っぱい派、あ、しょっぱい派か、しょっぱい派。お母さんや家族はライブ見に来たりしますか。来ますよ。そうそう、なんでさ、ストローで飲むと早いの。早い、飲むのがそのスピードが速くなるからなの。かわいいよ、つばちゃん。お風呂でな、のぼせちゃうよ。好きなユーチューバーさん誰だろう。ゲーム実況だったらポッキーさんと、アニじゃ、オトじゃ、おついちさんとかかな。何、毎日ユニークも好きだし、誰だろう、かわいい。あとケミオさん、ボーン、チキジャミナさん、こんにちは、だっけ。 KEMIO ケミオです。グッモーニング。
れて好きボーン地球上の皆さんこんにちは K-E-N-I-O ケニオですっていうのです。あ、なんでよ、何回登って降りるの。迷信なんだ。ストローでも迷信らしいよ。迷信らしい。誰かが知らない分かんない。絵の人何かメイクだよ。メイクすっごい赤くなってるじゃん。いや私だって酔いやすいもん、うん、これ外したら多分めっちゃ酔ってる。めっちゃ酔ってる。ほら真っ赤か。目の周りだけだもんね。いやマジで私こことここなんだよね。こことここなの。あとここがさ赤くなるのめっちゃここがめっちゃ赤くなるんだよね。でも冷めるのも早いよね。そんなに酔わないからお酒いっぱい飲んだところでなんだよね。あ、質問読んでほしい。すいませんね。辛い食べ物はちょっと食べれます。お母さんの好きなところは何ですか。私が聞かれたの、お母さんの好きなところは何ですか。ママが好きなところか。可愛いとこじゃない。ちゃんとしてないところ。そんなにママだけど、ママはママだ、ママっぽいけどちゃんとしてないかな。なんかほっとけないところじゃない好きな人に対するみたいなほっとけないところがママのいいところなんじゃないかな。自分とはちょっと違くて、まあ似てるけどね。そっくりだよね。歌の方が全然しっかりしてる。そうね、私の方がしっかりしてる。これは1杯しかいけないかな。あ、でも頑張って2杯。あんこ派クリーム派って何を基準に考えてんのか、はあ、ピアさん耳に何個開いてますか。今ね1個ずつしか開いてないんですよ。もともと 1,2,3,4,5,6 個開いてたんだけど高校の頃は、うん、イエーイだけど今はね、そうそう、友達みたいなママパパーンにガチで怒られたことないよね。ない。ないね。あの塞がったかも。もっとギャル、いや偽ギャルだったね。偽ギャルだったね。もともとギャルじゃなかったよね、うん、エセギャルだったよね、うん、ギャルだった記憶があんまり。写真はギャルだけどエセだった。鼻ピア開けないです。どうした。高崎よく来てたんですかって何。それで空いてないです。普段クラブとか行って音楽聴きますか。行かないんですよ。クラブに普段行かなくて全く。でこの前渋谷のオールナイトイベントに人生で初めて行ったんですよ。人生で初めて行ったんですけど朝まではいなかったです。途中で帰りました。バレーやってない。すごい。うん。うーたは、あけおめ。タトゥーもしてないです。してない。やっぱ真面目だよね。うーたは真面目だよ。多分みんなが思ってるよりも真面目だよね。なんかそういうやんちゃんなことしてそうっていう見た目なんだろうね。あと言える予定今んとこないですね。何の話するだっけ。忘れちゃった。2022年を漢字一文字で表すとしたら愛11歳。いいね。11歳って
何年生だ。酔っ払ったら今こんな感じですね。あんまり変わんないんじゃない。ちょっとテロテロするくらい。手段の話してたね。あ、意味があったら つけると思う。うーん、けど必要がなかったらしない。私必要ないことしないかも。必要ないことしないとか口にピアス開けんなって思うけどさまあこれは必要だからしたんです。自分のそう、自分の人生にとって必要だったから口ピアスはあるんですけど。ももはが歌はちゃんに憧れてます。いいじゃんももは、このまま私に一直線だよ名古屋公演ありがとうございます。また会いに来てね。これは加工されてるから肌が綺麗に見えるだけだよね。アイシャドウはね、これファンの人にプレゼントしてもらったやつ。 CD ね、転売高いよね。あんな買わない方がいいよ。CD 買わない方がいいよ、転売なんかじゃん。口ピアスは開けるときは痛いですけど、今は痛くないです。かわいい、ありがとうね。将来イタリアに来るつもりかな。どうかな。新しいイメージは定期的に作ってますよ。まあ自分の娘がねどうなるかはね、その子次第なんで分かんないですよ、どうなるか。私も姉ちゃんと全然違うし。眉毛はペンシルで描いてます。チェキやりたいけどね、時間がないよね。あんまりライブの日は飯かと。今は2種類です。北海道行きたいね。台湾に着ていく服決めてないんですよ。トイレ行きたい。トイレ行ってくるから、皆さん私はトイレに行ってますってコメントしててください。あ、いいね。ちょっと代わりに、トイレ行ってくるんで出ません。お花つびに行ってるっていっぱい書かれてる。うん、つびきよ。で頑張りました。まなちゃん寝ました。質問ありますね。はいはい。好きな男性のタイプは。私マジでスタイルがある人。娘からの質問です。歌うのは好きですか。歌はちゃんの声と顔が好きです。ありがとう歌うのは好きです。でも最近好きになった。最近好きになったって言い方おかしいけど、なんか1年間やって、1年半歌手になってみて、私歌うの好きなんだなって思った。だよ。と。めっちゃ手洗ったって書かれてる。あったよ。今年の抱負は？抱負って何？どうするの？あれあれ、あそこに書いてあるやつ。あれ？うん、抱負はね、今年の抱負はね、 CM に出たい。お願いしますお願いします。 CM に出させてください、ね、はい。フランスからこんにちは。
マーマはね、とてもね、なんか、まあでも友達みたいだね、本当に。そう、私のこと好きな子供ってみんな可愛い。本当になんで私のこと好きなのか聞きたい、みんなに。なんで私のこと好きなんだろう。映画楽しみにしてて、盛り上げていきますので。あ、質問来たね。あれ来てない、質問が届いてない。あ、ライブグッズとかいろいろ作ってほしいです。頑張ります。次ライブ台湾です。台北です。どうしたの。私は秋葉原見に行きましたよ。ヒデ、わかりますよ、ヒデさん。あとサングラス、ヒデさんリスペクト。すごい猫みたいに鳴くじゃん、急に。メイク自分でしてますよ。7歳息子がドハマにしたんだ。なんでだろうね、どこが良かったんだろうね、歌ハマ。不思議。可愛いから好き。なんだろう、何的要素なんだろうね。チーカワ的要素なのか、プリキュア的要素がどっちなの。チーカワ的要素、あれプリキュア的要素じゃないの。変身したいみたいな感じじゃないの。強制じゃないんですよ、私歯並びだけいいんですよ。アニメキャラクターじゃプリキュアやん。どうしたの。私歯並び いいんです。歯並びいいでしょ、本当にいいんですよ。中学の頃、嫌な男子に、お前ブスだけど歯並びだけはいいよなって言われてた。ごめん、可愛くなって褒められてる気がする。ちげえよ、ブスって言ってる時点で褒めてねえだろ。お前ブスだけど歯並びだけはいいよなって言われて、でもごめんなさいね、21歳になった今、可愛くて歯並びもいいになっちゃった。ね、よかった、可愛くなって。よかった、可愛くなって。歯磨きの CM、 確かに歯並びいいから歯磨きの CM できるかもね。シャカシャカシャカ。歯磨きの CM、 歯磨きの CM、 歯磨きの CM って確かに。好きなバンド、難しい。結構好きです、私バンドいろいろ。一番は決めがたい。でも高校生の頃はゴーゴーバニラズ好きでライブ行ってました。クリープハイプも好きです。コピーバンドはヨルダンさんとかキートークさんとかカナブンさんとかワニマとかやってましたよ。ワニマさんとか廃した？何？羊文学も聞いてますよ。キノコ帝国とかね。女の子の女性ボーカルも好きです。リーガルイリーとか好きになったかな、途中で。もともと結構男性ボーカルから入って、バウンディとバウさん聞きますよ。バウさんマジで優しいですよ。バウさんマジで優しい。あと歌うまい、いいよな。リガリリ好き。亡くなった東京のやつ、1997年の12月。いる。私は私の世界の実験台、唯一許された人、あの坂を越えて私に慣れたらいいなんて思わせないでほしいだけ。最終練習
さ飛び乗って孤独だった世界はなんだっけ。あとなんだっけ、リーガリリーのなんかもっとリケンバッカー、リケンバッカーが歌うだ、リケンバッカーが響く音楽も人を殺す。コップあります。コップ、はい、ノベルコアさんに会った時の感想、めちゃめちゃなんだろう、しっかりしてるっていうか言い方おかしいけど、なんだろう、すごい周り見てる人、頭の回転が速くて、そういうところがかっこいいなって思いましたね。ストロール？いる。多感もしてるし、すごくね、そういうところがかっこいいかもしれない。人として尊敬できるタイプの人ですね。ファンがコア君のこと好きな理由がわかるみたいな。お茶だよ、お茶。小さい時からボイトレも通ってないですし、今もボイトレ通ってないんです。仕事でたくさんボイトレ やりなさいって言われてます。で、最近ボイトレやろうかなって思い始めました。みんながね、勝手にね、ファーストテイクとかでねボイトレしてるんだろうなって言ってたけど、してないんだよ。でもしなきゃダメだと思う。する。リーダーズ大ファンなんですが、あ、リーダーズファンなんです。私もリーダーズのファンです。かっこいいね。なんかリーダーズの曲一曲出して、歌って歌って、なんか頭歌って、すぐ出てこないよ。キャンディー、うん、あっこ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 、これめっちゃ頑張ったんだよ、うん、これをやりながら住んでんだから、めっちゃうずくて、あっこ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 、楽しかった。あっこあっこ、わーわー、イスのキャンディー、ここ全部キャンディー、シャキャラシャキャラってどこだっけ、ピケラピケラピケラトロちゃん、イスのキャンディー、ここ全部キャンディー、ピケラピケラピケラ、シュガーイ、質問来てる。ソテセリラも好きですね。歌うとき腹筋使ったりしてますか？使うときもやっぱあります。声で歌うときもある、喉で歌うときもあるし、腹で歌うときもあるみたいな。ひっくり返ってる、かわいい。なぜひっくり返った？チーズなのひっくり。お酒の弱いんです。読めない。得意料理はありますか？肉を焼けます。歌ちゃんについて、この噂は間違ってるよってのありますか？私の噂って何ですか？全部本当。いや、本当じゃないよ。全部本当で全部嘘。何ですかね、なんだろう、なんだろうな、その方が面白い。なんだろうね、私怒んの。実家、今一人暮らしですか？私この前熱上げたばっかなんですよ。築44年で一番嫌だよね、築44年が。お酒飲んでたので、お酒飲んでたので顔が赤いんです。いいよ、何でも質問送って。これさ、よくわかんない作りが。私ライブしますよ。髪はピンクでね、行きたい、好きだから。音楽のジャンルは何が好きですか？ヒップホップとかも歌いこなせそう。ヒップホップ好きなんですよ、けど私歌詞覚えるの苦手なんで、この仕事しながら何言ってんだって話です。歌詞覚えるの苦手だから歌えない。サマー、ああああ、なんだっけ、ティーンエイジャー、ああディーディーディー、当時さんとか聞きますよ。当時さんとか。
タイ料理ね食べれるようになった。美味しいよね。パッタイでしょタイ料理って。パッタイ好き。帰国だったら私はエビチさんとカズマさんとトウジさん、ビームさんとか若い人聞きますかね。でもエビチさんが一番好きです。かっけー。クイーンなんで。水管から開けて歌う人ってやっぱすごいね。これ何これさ、あ、ごめんごめんごめん、これさこれさ、なんかタップしちゃったらダメなんだよ。タップしたくない。あ、これバツで消せばいいのか。あ、ね、水曜日のカンパネラとかじゃなくて、歌派としてフューチャーしてみたい人って何？あ、フューチャリングのこと？いや、たくさんいます、それは。耳の形、綺麗なんです。大学は行った方がいいですか？そんなのね、どっちでもいいんですよ。自分の人生は自分で決めろって話。誰かに言われたんじゃなくて、自分で決めてくださいね。まあ、ママンとパパが何つったって自分で決めてください。まあ、お金払うのは結構ママンとパパなんですけど。うん、質問の時ハテナマークを押せばいいんですか。そう、多分そう。でも全部は読めないんですけど。仙台ありがとうございます。嬉しい。歌派って何でつけたんですか。歌うように朗らかに羽ばたいていけますようにっていう本名ですよ。高校時代モテた？モテない。ガチの三軍だった。一軍嫌いだった。怖いもん。普段は三軍だった。 I love the hair. Thank you. 本名なんです。気に入ってます。私も自分の名前を大好き。嬉しかった今。嬉しい。ママ嬉しそうだった。結婚して無理です。結婚してください。無理ですね。トッポキかな。韓国料理だったら。あ、ラッポキ。ラッポキ、ラッポキ、うん、You know Brazil, we love you. I know Brazil. I love you.うちのママセンスあるんですよ。とてもセンスのある人なんです。ねえママ。やった。ママナンバーワンだよね。やった。ナンバーワン。ママナンバーワンだよ。酔っ払ってるけど割と冷めてきましたね。ママここにいます。こちらがママです。でれれれ。どうしよう。ママめっちゃ怖い。見て。乗る。質問機能よくわかんない。バキンガム歌ってくれてありがとうございます。ライブ前のルーティーンはトイレにこもります。だ、そうなんだ。うん、トイレが一番一人になれる場所じゃん、うん、私トイレがね、なんかね、マジでねルーティーン。ガチだよこれは。ユニバ行きたいね。ユニバこの前行きました、旅行で。どうしても好きになれないもの、シャキシャキの玉ねぎ。あ、キシキシのアイス。あ、やめてキシキシ。やだ。キシキシ。やめてやめて。お餅食べましたよ。なんか自分でやりました。どうやったらそんなに可愛くなれますか ？8 歳女子より。あなたはもう可愛いよ。同じこと言った。ライブ歌えるように、あ、ラップ歌えるようになるには何の努力をすればいいんですかねって。滑舌じゃない？ドロロロロみたいな。あ、私それできないんですけど、巻き舌。なんだろうね。
バッキンガムとかはもう口の周り方だから、トン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 だね。ファーストラブ、ああ初恋のやつね、初恋のやつねっていうか一番の反抗期って中学生だよね。中学生かな、いや高校生かな、明日は仕事ないんですよ。血液型は B です、多分ね。鼻詰まった。ハッピーニューイヤー。これどうやって質問読むのか分かんない。早口言葉できないんだよね。早口だからって早口言葉できると思っちゃいけないんだよね。早口な人って別に全員が全員早口言葉できるわけじゃないの。私めっちゃ早口だけど早口言葉できないんですよ。どうやってタちゃんと結婚できますか。できないんですよ、もう候補いるんで。パン派ご飯派どっちも好きかも。中学2年生の娘が不登校、一言お願い。私も割と不登校の時期あったんで大丈夫です。学校に行かなくてもいい女になれます。私が慣れた。あ、 AB だと思ってました。へえ。なんかない早口言葉。最近おすすめのアイスはね、セブンイレブンに売ってたね、メロンのパフェです。ちょっと高いです。東京特許許可局東京特許許可局結局嫌だ東京特許許可局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 あ、違うね東京特許許可局続いて多分全部文法を確かめてから言ったら言えんだよね。東京特許許可局局長の許可、はい、いきますよ、はい、3、2、1、東京特許許可局はい、言えてない。他なんかある。東京特許許可局ん、東京特許許可局許可許可許可東京特許許可局。東京特許許可局。隣の滝かきにかけかけかかったのは。もう全然何が言ったのかも分かんないもん。斜め77度の並びで泣く泣くいやいや泣く泣く生麦生米生卵。それは言える。生麦生米生卵、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 生麦生米生卵。それは言えるよ。東京特許許可局東京特許と東京特許許可局あ、許可局かな。もうわけわかんない。東京特許許可局、うーん、言えないよね。東京特許許可局、うーん、東京特許許可局腹水出た東京特許許可局、いや、言えないわ。東京特許許可局許可許可国、許可国、局長の許可、東京特許許可国、東京特許許やめようぜ。そんなに早口なんだね。言えないんだよね。私興奮すればするほどさ、好きなことめっちゃ早口になるんだけど、言えないよ。今でも早口レベル3ぐらいまで下がったよね。うーん、なんかちょっとはね。私マジ調子いい時自分でも何言ってるか本当に分かんないよ。渋谷のライブのチケット取れないらしいですね。結構倍率高いらしいよ。隣の客はよく書き食う客だ。隣の客はよく書き食う客だ。言えた。イダズのみんなとどこで知り合ったんですか。友達の紹介でリンちゃんと知り合って、それで
他のみんなとも知り合いましたね。会いたいって向こうも言ってくれてて、みんなの前で緊張せず堂々と歌える方法、度胸ですね。小さい頃からだもんね。私？私ね、みんなの前赤面症だから得意じゃないよ。得意じゃないんだけど本番に強かったの。そうね、だ本番に強いんだよね。うん、緊張してても本番に強いんだよね。本番に強いの。ちっちゃい頃から。そうなんですよ。私本番に強いんだよ。娘が好きな食べ物は何ですかって聞いてます。アイス、イチゴ、スイカ、ユッケ。アイスとイチゴならわかるかな。うん、どのぐらいちっちゃい。うん、お酒入ってますよ。緊張ね。お酒飲んでます。これ酒飲んでますってさ、お酒酔っています、酔っていますってさ、これ固定ツイートにしたい。おい、これ誰か固定にしよう。長押し、はあ、できない。ねえねえ、流れちゃう歌のコメントが。長押し、できないできないできない。あ、そう、ああ、できた。誰かがやる。できました。未成年じゃないよ、失礼な。ピッチピチの21歳でできた。私今年22だよ。大人。うたちゃんがこれだけは譲れないってものありますか？いっぱいある、まず寝るときにベッドをきれいにするのは譲れない。なんだろうね、みかんは白いの剥きたい。あんこはこしあん派。あんこはこしあん派、うん、バッキンガムとかレコーディングするまでにそんなに練習してない。私そういうこと言っちゃダメなんだよ。ケモチさんにもっと練習した方がいいって言われてないな。今年もそんな感じでいきますね。ねえママ、これダメになってる。あら、あったかいから部屋。そっか、うん、これはどんどん下げる。はい、ところがそうなる。そうですね、これは一本でこれですよ。まあでもあんまり今やってないけど、あんまり横やっても変わんないね。へにゃってして、よく笑う。そうだね、うん、さらに笑うようになるかも、うん、へにゃってなるかも。ちょっといつもよりも。私今日ゲームしてたよ、ずっとマリオやってた。お姉ちゃんと喧嘩しなかった？してないよ、仲良きだったよ。片手ダブルピース、片手ダブルピースなんだっけ。今年の目標はいっぱいあるね。もっともっと上にみたいなところかな。かっこいい。この人大好き。早口なんですよ。確かにナポレオン、パリじゃん分かってんだ、大義なんてない、会議消すかない、大事な、ここで踏むんだよね自分の中で、多分リズムをここで踏む。パリじゃん分かってんだ、大義なんてない、会議気づかない、大事待ったなし、あいつの孫より君を待ってるナポレオンで、ウェルナドットにもリントン対前に、大事なんてしょうもないし、なんて吐いて前目連れてった、今さどうよナポレオン。何時ぐらいまでするか決めてないですよ。明日休みなんで。何でもできますよ。何してほしい今から歌に。歌わない。ギター弾いてたらさ、ギターをさ、爪が短かったらやってた。嬉しいね。広島行きたい。なんか質問ありますか？新年会ですよ、これが。だるだる、これが新年会ですよ。持ってますよ。リーガルリリー、
今拾ってる人何、さっきのだいぶさっきの会話だけど、好きだよ、めっちゃ好き。君は音楽って、海が湧いてきたらもさ、ね、そうね、中途半端にやめた、じゃ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 、君は音楽を中途半端に、なんだっけ、抜けこくすーリケンバッカーが歌う、リケンバッカーが響く、リケンバッカーも泣く、音楽は音楽を響かす、明日に続く道が道が終わるなら、私 K-POP あんまり詳しくないんですよ、教えてください。ブラックピンクのビジュが好きです。わかる？ブラックピンク、わからない、ダメだよ、わかんないきゃ、そうだね、K-POP わからないとね、時代についていけてないね、調べよう、ちゃんと、うん、今までね、髪色ね、赤、オレンジ、黄色、緑やったんですよ、で、ピンクに落ち着いた。家族全員揃ってない、ヤマト帰ってこないんだけど、知らね、電話してるかも、電話、うん、仕事してんだよ、いや、電話、仕事なんかしないよ、外で、周りからどんな性格って言われますか？周りからってどう思う？ね、友達の前と家族の前でも、まあ、そんな変わんないなんて、は、素直だね、多分素直じゃない、結構素直だね、面白い面白くはないよ、面白いブラックピンク、ビジュがいいね、かっこいい、姉さんと二人姉妹です、似てないです、性格も見た目も、うん、本当にね、本当に似てないよね、本当に似てないよね、パワー系、お姉ちゃん、じゃあパワー系ですね帰ってきた、ヤマちゃん、ほんと、姉ちゃんはパワー系、強い、すごい質問、サッカーとかって見たりしますか？ちょっとだけ見ました、私は、うん、でもなんか毎回大事な試合夜遅くない？次の日私仕事だったからさ、途中で寝ちゃった。私の夢は水曜日のカンパネラになって歌ちゃんと同じステージに立って歌うことですらしい。11が、あ、11歳の小5だって、すごい、頑張れ、いけんじゃね軽いか、すごい、いけんじゃね、言ってると叶う、うん、夢は口に出したら叶う。あやけたとののろけ話ありますか？ USJ これが聞いてほしい私ののろけ話なんですけど、あやけたとののろけ話なんですけど、待って、71歳の母親が歌ちゃんにハマりました。みちこに手を振ってあげてください。みちこ、嬉しい。みちこ、みちこさん、マダムみちこ、ずっと美しいわ。私を好きってね、心が美しいよ。私もそうなりたいわ。最近や、ん？マダムみちこ。
まだみちこですよ。そういうとこだよね、多分。何が？回転。ギャルだからですね、そこは。頭の回転の感じが。ユニバ楽しかったな。なんだっけ、何の話だっけ。あ、そうだ。あのね、USJ に行ったんですよ、私この前。旅行で USJ に行って、で、朝 USJ の近くのホテルに泊まってて、で朝早く起きて並びに行ったんですよ。なんか USJ ってオープンのよりもだいぶ前に開くのね、うん、予定よりも。だから並びに行って、並びに行って、で並んで前から数えられるくらい並んでたんだけど、オープンまで待ってて、私めっ、あ、ゆつばちゃんか、めっちゃお腹痛くなっちゃったのよ。もう前から数えられるくらい、前からね10組目以内に並んだんだけど、もう私本当にお腹痛くなっちゃって、もう私耐えられないって、トイレ行かなきゃ無理、死ぬってなったんだけど、なんかその時に前から並んでて、もうこれで入ったら全然早くアトラクション並べるし、超いい場所に並んでたのに、彼氏相方が一緒にトイレ行こうっつって、そのいい場所から列抜けて一緒にトイレまで来てくれた時に、うん、この人はすごいなって思った。このなんか凄さをさ誰にも伝わらないんだけど。その優しさがね、優しさだってさ、なんかさ、こんなに朝早くわざわざ起こされてさ、並んでてさ、え、さっきトイレ行っとけばよかったじゃんとかさ、言いたくなるじゃん。そう、いくらでも責めれるの。いやだから行ったじゃんみたいな言えるじゃん、いくらでも。一人で行ってきなよとも言えんのよ、誰だって。なのに、じゃあ一緒に行こうってすぐにね。私が一人でトイレ行くの、一人でトイレ行くってか、まあ、立場上さ人に見られるし、でもトイレ行きたいしお腹痛いしどうしようってなってた時に、いやもうじゃあトイレ行こうって言ってトイレ行ってくれ、一緒にトイレの方まで行って、で最後も並び直して、いや並び直したんだよ。もう全然さっき朝起きたのに、9時でさ7時半とかに起きて並んだのに、もうやり直し、全然やり直しなのに、少しも責めないで全然いいよって、楽しいよって言って、いやすごいなって思った、心広いなって。いや心広いんだよね、許容範囲広い、そこがすごいかも。なんかこの凄さを誰かに伝わってほしい。伝わってほしいね。なんか本当に逆でも同じこと言えたかなって思う。言えない。私はね言えないから、ね、並んでるから言っとけって言っちゃう。そう、でも並んでるから言ってきなよって。いやもったいないじゃんって、並んでるから言ってきなよって私だったら言っちゃうんだけど、うん、その時に別に順番なんかどうでもいいから、うん、トイレに一緒に行こうって言えるところがすごいんだよ。だから彼女がいるあなたたちはそう言って言いなさい、大事なの。なんかね、そんなね、先のことあんま考えない方がいいんだなと思った、そういう時って、うん、先のこと考えるとさ、そこで一人待ってた方がさ、うん、いいわけじゃん、得じゃん、楽しいし、そう、損得じゃないんだよね、その場の感情を優先するってのがすごいところだなって思った。それな、そこなんだよね、うん、私無理だもん、私先のこと考えて、私が並んで待ってたらさ、後からもっと楽しめるって思っちゃうもん、うん、そこが違かった、うん、ほんなりたいよ、なんかハワ分かってくれた。ママすごいなと思ったよ、それすごいよね、うん、じゃあ懐の狭い人知ってるからさ、あそう綺麗に向けた。もうね、心の余裕ある人はね、余裕があるね、すごい、本当にすぐ怒る人だね。怒っちゃダメだよみんな。私はでもめちゃすぐ怒るタイプだったんだけど、やっぱ今の相方と一緒にいるようになって変わった。うん、私も思っちゃうよ。でもね、そこがねいいね。あ、よいしょ、おいちゃん、よいしょ、映った。降りちゃった。でまあ2年ですしね、スイカになる前から一緒にいるから私。みさん実家感あるよね。
トム・ブラウンの道をどうって聞かれたけど、みちおちゃん、いや嬉しいね、あれ面白いよ。リスペクトがね、桁が違う。メイクをちゃんとアイシャドウをピンクにするところとか、うん、上手だったよね。そう、アイライン綺麗に引くところとかで、あれ本当にイジソンの格好で、うん、あのさ、見なきゃ、ちゃんと見なきゃ分かんないんだけど、ここにちゃんとバレッタつけて、バレッタっていうかそのシューってやって、ね、ネクタイみたいなやつをつけてんのよ。すごい、あれ嬉しかった。なんかあんまりチープなモノマネって多分、あ、バカにされてんのかなって思うんだけど、うん、よく見てるよね、真似してる。そう、ガチでモノマネやってくれてる人ってやっぱりすごいなって思うし、面白い、私も見ても。ファストパス買わなかった。いや私さ、なんかそんなに混んでるの知らなくて、買いたかったんだけど買えなかったんだよ。金で物言わせたかったよ私も。USJ って金で物を安場所じゃん。だってあれ、そうなの、お金あれば楽しめるんだよ。あんまり聞きたくない。いや、やりたかった。次行くときは買う。歌うコツは、あ、ない。気持ちよく歌おう、楽しむことだね。お笑いライブ行ったことないけど行ってみたい。仙台の時もやかさんとお話ししましたよ。怪しいの、もやかさん。もやかさんってすごく優しいんですよ。羊文学のね、もやかさんってすごい優しい。あのね、本当に歌う時も、前も言ってた、すごい温かい人なの。優しい、ふんわりしてる人。